人気では負けても実力では負けない。アコーコーカレンジャーロー決定ロー。西武ライオンズさんよ、もうやめていただけませんか。これ以上オリックスをいじめるのは。昨日高橋光成選手にノーヒットノーランミスをされたかと思えば、今日は山賊打線が牙を剥き、オリックス大虐殺。やめていただけませんか。いろんなパターンでオリックスいじめるのやめていただけませんか。もう無理よ。もうこれ以上オリックスファンのライフはもう残ってないよ。もうそれ以上やってもオーバーキルですよ。それはもう人道的にちょっと謳歌してるから、そろそろやめた方がいいよ本当に。それは今日の先発田嶋選手、まあ無援護の申し子と言われながらも、まあ、なんとか今年ね防御率2位という位置につけて好投を続けてきてくれたんですけども、田嶋選手ついに拗ねました。ついに無援護に拗ねました。初回からメヒア選手、あとスパンジェンバーグ選手にタイムリーを打たれて5失点。そして2回にも殿崎選手にホームランを打たれる。メヒア選手にも犠牲フライ。最後にスパンジェンバーグ選手。ホームランはないやろ。結局2回9失点。田嶋選手大炎上です。このずっと無援護にめげずに頑張ってきた田嶋選手が打ち込まれてしまうと。さあ、オリックスの希望は一体どこに行ってしまったのかなと。山本由伸選手も相変わらずの無援護。アルバース選手もたまに無援護、ホークス戦を打たれる。山崎達也選手も最近一発打たれ出したと。どうすんねんって、オリックスの先発ピッチャーもう希望ないぞと。そして田嶋選手降板後4回に若月選手タイムリー、山足達也メンバータイムリーということで3点を返したんですけども、時すでに遅し。その後はね、漆原選手という富山選手、吉田亮選手が何度か頑張って西武打線ゼロに抑えてくれました。ただオリックス打線も変わった戸上選手の前になかなか打ちあぐねると。しかし8回の表、ヘイティー選手が久しぶりですね、西武ドームのライトスタンドに特大のアーチを放ってくれました。これで9対5、4点差。さあここからまだまだわからないぞと。残り2回最後望みつないでいきましょうと、と思ったその矢先、8回の裏ですね。もうなんだあれは。ファーストゴロ弾く、セカンドゴロ弾く、まあ、記録上はどっちもヒットだけど、まあ、イレギュラーなんかエラーなんか知らんけどね、もう不運な形でランナーを貯めてからワイルドピッチ、そこで1点を失う。ここで完全に流れ切れたね。もう弱いチームの点の取られ方です。結局その後相手に流れをまた渡して、ウーネンティン選手にタイムリー、そしてまたスパンジェンバーグ選手にタイムリーツーベースを打たれてます。スパンジェンバーグ選手今日サイクルヒットリーチでして、あとシングルヒットを打てばねサイクルヒットでしたから、もう今日スパンジェンバーグ選手にね、もう今日やりたいようにやられすぎたということですよ。終わってみれば13対5。しかしヒットの数は両方一緒なんですよ。オリックスも12安打で5得点、西武も12安打13得点なんと効率のいい点取り方。昨日1安打に抑えられたかと思えば、今日12安打、おー今日打線頑張ってるねんかと。5点、じゃあ西武打線どうやねんと。山本由伸選手抑えてくれたよ、そのまま冷やしていこうよと。13失点。もう一日ごとにもう正反対の負け方をすんなよ。この流れでいくと明日また違う負け方か。もう最後接戦の末、最終回に山川選手にサヨナラホームランないやろか、うん、オリックスって決まった負け方をしないから、もう決まった負け方をすれば課題が明確だから、そこを修正していけばいいんですよ。オリックスも毎日違う負け方をするから、もうどこからどう手をつけたらいいか分からない。もう暗黒、言いたかないけど暗黒これは。吉田正尚選手、昨日連続試合ヒットが止まって今日もノーヒットです。吉田正尚選手が打てなければこのチームは正直勝てない今のところ、うん、現状こう言わざるを得ない。吉田正尚選手は仮に調子良くても勝負を避けられればそこまでなんだから。吉田正尚選手8月の月間 MVP 輝きましたよ。打率4割3分ですよ。素晴らしい成績ですよ。ただこれ打点と得点がもう明らかにこの候補者の中で少なかったんですよね。もうそこが今の現状のオリックスを表してるんですよ。あー分かんない、どうしたらいいやこのチームは。明日こそは打てたらいいな。
勝てたらいいな。